はい、皆さん、こんにちは。リッキー社長です。今回はですね、今回も例のあれ関連の新たな情報のアップデートなどをしていくのとともに、あとは移民関連のお話、そしてマイナ免許証というですね、また新たな愚策がですね、行われるということが分かりましたので、そちらの方に触れていきたいというふうに思いますので、ぜひ最後までご視聴いただければと思います。で、ここで一つご連絡なんですけれども、先日9月の10日、18時にですね、僕の公式 LINE 登録者限定のキャンペーンを打ち出したんですけれども、その後ですね、すぐに公式 LINE の方がですね、アカウントがバンされてしまっていまして、皆さん側から僕の方にですね、メッセージを送ることも、公式 LINE 自体を見ることもね、できるのかなと思うんですけれども、僕の方からですね、皆さんのメッセージを見ることや、メッセージを送信することなどができないような状態になってしまっておりまして、何一つですね、操作ができないというふうな形になってしまっております。なのでですね、大変申し訳ございませんが、キャンペーンの方にですね、お申し込みいただいてたという方は、僕の運営してる X の方のですね、DM からコンタクトを取っていただけたらというふうに思いますので、ぜひよろしくお願いいたします。X の URL は概要欄の方に貼り付けておいてありますので、そちらの方からぜひよろしくお願いします。というわけで、今回の本題の方に入っていきたいと思うんですけれども、まず最初に移民関連のお話からしていきたいと思うんですが、もうどんどんですね、日本にもですね、移民が流入してきてですね、かなりですね、侵略されていっているような状態にね、なってきているなというふうに感じているんですけれども、この度ですね、茨城県の方でですね、イスラム教徒向けのなんとハラール給食の提供が開始されたということでですね、これなかなかおかしいというか変だなっていうふうには思いますよね。もちろん日本の中にも、いろんなですね、宗教にですね、従事されている方っているのかなと思うんですけど、なぜここまでイスラム教だけを、なんて言うんでしょうね、優遇するというか特別扱いをするのかっていうね、ところが意味わかんないですし、それこそハラールのね、部分に関してはよく健康食品系とかだとね、そのハラール認証みたいなですね、載ってたりとかするといいよみたいなね、ことはあったりとかするのかなと思うんですけれども、日本のね、例えば文化とかね、そういったものを破壊してまでというか、ないがしろにしてまでというかですね、それをですね、実施していくっていうのはもういかがなものかっていうふうには思うんですよね。で、ただこれに関してはですね、学校側がどうというよりは、やはり政府の問題であると。学校側はですね、ぶっちゃけ多分対応せざるを得ないぐらいのですね、人数まで、そのイスラム教徒がですね、どんどん増えてしまってるんだと思うんですよね。だからそういった措置にね、移らざるを得なかったっていうようなね、形なのかなと思うんですけども、それは結局元をたどればですね、日本政府のですね、この移民の流入措置というのがですね、行われた結果なのかなというふうに思いますし、そもそもこうやってね、給食を分けて作るっていうことは、やはりその分ですね、人件費がかかるのか、工数はね、確実に増えるのかなというふうに思いますんで、効果効率の部分だったりとかですね、その職員の方のですね、手数が増えるみたいなね、そういったね、形にもなっていくんじゃないかというね、懸念、様々なね、ことがね、考えられるわけですよ。で、さらにですね、埼玉県の川口市、なんとこの川口市はですね、クルド人だけではないということでですね、今現状もう数千人規模にも及ぶですね、中国人コミュニティが形成されていることが、分かったということでですね、もうこの川口という町はですね、日本人の方が少なくなっていくんじゃないか、ベストワンみたいなね、そんな地区なのかなというふうに思うんですけれども、結構最近ですね、問題になっているのが、それこそですね、そのクルド人だったらクルド人、例えば中国人だったら中国人でこう集まるような、そういう、なんていうんですかね、パーティーみたいなね、マッチングパーティーみたいなやつが開かれてたりとかするような感じになってるようでですね、かねてよりの日本政府の言い分としては少子高齢化とかそういったね、部分があるから、そこの解決要因として移民とかを流入させるんだ、みたいなね、そういった話が世界各国であったりとかするわけですけど、じゃあそれなんだとしたらば、ある種の日本人との根結じゃないですけど、そういった形で増えていくっていうような理論なのかなと思ったらですね、なんと、そのですね、同族同士で国内で勝手に、言い方はですね、あえてこれで言わせていただきますけど、繁殖していくような形になってるわけですよ。だから全く日本人の血も入ってない、日本人ではないような人たちが国内でめちゃめちゃ増えるっていう話になるわけですよ。で、さらに挙句の果てには中に不法移民も入っていたりとかですね、あとは技能実習生として入ってきても、結局逃げ出してというか離脱して、もう行方不明になっているような、どこの馬の骨かもわからないようなね、やつも紛れてたりとかするということでですね、そんな、もう言っちゃえばごちゃ混ぜの状態のね、玉石混合みたいなね、状態でですね、どんどん増えていくっていう風なね、形になったらですね、なかなかやばくないですかと。で、しかもこのクルド人に関しては税金払ってない問題とかもまだまだ全然あるわけですよ。税金も払ってないような状態なのに、出産とかしたら役所に行ったらその出産一時金受け取るみたいな形になってたりとか、生活保護に関してもそうですし、様々なですね、日本人に対してデメリットというか、我々がね、納めたこのの税金からですね、どんどんね、こう絞り取っていくようなね、形になっていくんではないかということでですね、この辺に関して国がね、一切何のね、策も講じていないっていうのが本当に不自然極まりないところかなというふうに思いますし、もうこの移民の流入が国政の失敗になるっていうことはもう絶対的に分かってるはずなんですよ。他国を見ていればね。なんだけれども、こういった形になってるっていうところですね。これは岸田さんがですね、結構ドバイのね、仕組みとかね、その辺をですね、履き違えちゃってるところもあるのかなというふうに思うんですが、もう完全な破壊工作がね、されてっていうような形かなと思います。で、さらにこれはアメリカのお話になるんですけれども、アメリカかなりやばいですね。不法移民がですね、幼児とかを2人含んでいるような家族をですね、惨殺し、なんと放火したということで、その件にですね、関わっていたというかですね、捜査などしていたですね、警察庁はですね、こんな恐ろしい光景も今まで見たことがないんだと。様々ですね、X の方とか見ているとですね、日本国内でも鳩を捕まえて食べちゃうやつとかですね、日本人の感覚からするとマジで意味がわかんないような、連中っていうのがですね、やっぱいるわけですよ。他の国でもですね、ガチョウをね、池にいるガチョウとかね、白鳥を捕まえて焼いて食っちゃうみたいなね、話だったりとか、あとは海外で起きているのは、外猫ちゃんとかね、外犬ちゃんというか、もう本当に誰かがですね、ペットとして飼っているというか、一緒に家族としている子たちをですね、誘拐して、それで食べちゃうみたいな感じになっていたりとかしてですね、本当にえげつない状態になってるわけですよ。だからそれがね、これからですね、どんどん人間に対してもね、移っていくような形になるのかなというふうに思いますし、非常にですね、恐ろしい状況にね、陥っていくのではないかと思いますんで、それこそ今、例のあれとかいろんな問題あるんですけど、この移民に関してはもうめちゃめちゃ物理的にね、害を及ぼす可能性が高いし、なんならですね、その例のあれ並みのですね、被害をね、出す可能性もね、あるんじゃないかというふうなね、ところでですね、この辺はね、ちょっとあえて警鐘をね、鳴らしていきたいというふうに思います。で、次がですね、マイナ免許証というですね、また新たな愚策っていうところのお話なんですけども、なんと日本政府がですね、来年の3月24日からですね、このマイナ免許証を始めるということを決定したということで、何を言うとんねんというふうなところなんですけど、未だにね、マイナ保険証さえもね、まともな状態にできてないというか、そもそもね、いろんな穴が見つかってたりとかするし、そもそも論作る必要がないというふうなね、ものだったりとかするわけですけど、それに対してまたマイナ免許証とかいうわけのわからないものを出してくるわけですよ。で、しかもこれ普通の、現行の免許証の取得とか更新の手続きに関しては、これから値上げされるということで、マイナ免許証に関しては値下げというふうなね、形になるというね、ところでですね、非常にふざけた措置なわけですよ。で、これに関してはですね、X の方で見かけたんですけれども、免許センターの講師の方が、ゆくゆくは一体型になるけれども、皆さんにメリットは何一つありませんということを正直に言ってたということで、警察側もこれに関しては賛成してないけども、総務省がどうしてもというふうな形で言ってるっていうわけですよ。だから結局のところ、これって、そのね、マイナ免許証というね、システムを組んだりとかする際に、いろんな業者が関わるわけですよね。だからそういったところにお金を流すと。で、お金を流して、潤わせることによって、票を集めることができるみたいな、なんかそういうね、構図になってるわけですよ。めっちゃ簡単に言うとですけど。で、さらにね、懸念されているのが、このマイナ免許証だけでは、そのね、道路交通とかね、してる際のですね、警察に捕まったとか、いろんな、ことを、それを提出する機会ってあるじゃないですか。その時に、使えないシチュエーションあったりとかするっていうふうなことが言われてたりとかしてですね。だから結局、両方持たなきゃいけない。今までのやつと、現行のやつと、このマイナ免許証、両方持たなきゃいけないみたいな。じゃあ前のやつでよくねって話になるわけじゃないですか。意味がわかんないですね。これを実施するメリットがわかんない。でね、本当にこんなどうでもいいことばっかりね、金かけてるんだったら、マジで今の日本のね、食料自給率をですね、もっとアップさせる。輸入品に頼るんではなくて、日本国内での総生産量をアップさせるような、そういう方向に持っていくための施策を打つとか、もっと言えば、ハンガリーのようなですね、そういった少子化対策とかね、そういうところにお金を使うべきだと思うんですけれども、なぜかこういうどうでもいいですね、ことだったりとか、あとは万博とかに対してだけ、どんどん資金がね、投入されていくと。で、そしてそのどれもが、中抜きだったりとかですね、そういった利権の温床になってるというふうに言われているようなね、ところなわけなので、マジでですね、本当に今のね、現行の日本政府っていうのはね、根腐れを起こしすぎてるなっていうところですね。はい。で、次がですね、例のあれ関連のお話になるんですけども、とうとうですね、また増えて、例のあれに関するとこの死亡認定がですね、ついに800人を超えて818人になったということでですね、さらに気にになるポイントとしては、25歳で亡くなられた男性の病名というのが異常行動っていうね、ことだったりとかしたということでですね、まあこのね、件に関してはですね、もう本当にですね、様々なことがランダムに起こるわけですよ。どこにね、血栓ができるかとかね、あとはね、免疫がどんだけ下がっているのかとかね、様々なこと考えられるわけですけれども、その中でもですね、やはりね、突然ね、亡くなるとかね、そういったものも多いですし、最近ではこの異常行動っていうのがね、出てきているということでですね、今まで健全健康だった人が急にそういうので亡くなるってめちゃめちゃ恐ろしくないですかっていうね、ところなわけですよ。で、こんなですね、被害がね、出ているということが、もう国からも発表されてるわけじゃないですか。食品メーカーとか、サプリメントメーカーとかですね、他のですね、そういったメーカーであれば、もう一番一撃バンなわけですよ。で、しかもそれが起こってなくても小林製薬とか打たれちゃってるわけじゃないですか。もう意味がわかんないんですよね。だから国が主導でやっていて、国も発表してるのに、それでも国は例のレプリちゃんとかそういったものを推し進めようとしてるっていうね、形になってたりとかするっていうことでですね、もうありとあらゆるところで矛盾というかですね、もう本当にですね、考える脳みそをなくしてるとしか思えないような、措置がですね、ずっと講じられてるわけですよ。で、そしてこれからも講じられようとしてるわけですよね。で、さらにですね、先ほど小林製薬軽くお話ししましたけれども、この度ですね、日本歯科医師会がですね、紅麹問題とか、そういったところを受けて、小林製薬の糸ようじなどを含めた18製品をですね、日本歯科医師会がですね、推奨を取り消したということでですね、販売が今一時的に中断されてると、今 X の方でもこれかなり話題になってるのかなというふうに思うんですが、今まで別に何ら問題なく来てたものなわけですよ。ずっとですね、コマーシャルだって僕のちっちゃい頃からずっと打たれてると思うんですよね。で、そんな感じで、もう一応20年とかそういう単位でですね、多分ずっとね、あるようなものなのにもかかわらず、なぜかこのタイミングで販売を一時休止に追い込まれるというね、形になっているわけでですね、もうこれはもう完全に、大衆の目を欺くためっていうところと、あとはこの小林製薬をぶっ潰す、要因としてやられていると。もう完全にあからさまな陰湿ないじめなわけですよ、これは。もうこんなことがね、起きているとですね、本当に厚労省もそうですけど、医師会とかに関しても結局上層部ってゴミくずの集まりとしか思えないというか、おそらくそうなんですよね。だからこういった形になっていってですね、結局のところこれで、小林製薬の株価がドカーンとなれば、外国企業がそれを買収して、小林製薬も取られてしまうというふうなね、形になるのかなと思うんですが、そんなやり方でですね、国内の有料企業というのがもうどんどん買収されていっちゃってるわけですよ。じゃあこれ誰のせいやねんって言ったら全部政府のせいなんですよね。もうほんと何回も言うんですけど、今の日本政府マジでいらないんですよね。すべて国民のためにもならなければ、国のですね、真面目にやってる企業のためにも一切ならないというふうなね、ところかなと思うんですが、それでですね、年金の19年代を上げるとか言ってて、かつ増税はしますみたいなね、形になっててとか、もうふざけんのも大概にしろよっていうね、話かなというふうに思いますので、この辺に関してもですね、ちょっと例のあれ関連のね、ところではないんですけども、違和感満載なんで、まともな頭脳を持ってる方であれば、違和感に気づくことができるのかなと思いますから、ぜひ皆さんの周りの方にもですね、皆さん自身がインフルエンスしていっていただけたらと思いますんで、よろしくお願いいたします。またこれらに関しての情報ありましたら、僕の方からもお話ししていきたいというふうに思いますので、ぜひ今後ともこちらのチャンネルの方よろしくお願いいたします。で、今ですね、この YouTube の規制がまだまだ厳しいというところで、こちらで発信できない内容に関しては僕の用意している X やサブスタックなどで発信をさせていただいております。そちらの URL は概要欄の方に貼り付けておいてありますので、まだフォローやメルマガ登録などお済みでないという方はぜひよろしくお願いいたします。というわけで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。それでは皆さん、バイバイ。